キャスターとしては最近入った方々でガチリアルのイベントがない人も結構いるんじゃないですかね。そうですね,ね半分以上はリアルイベントを経験してないです。すかね、だから今回のこの「ファンミ」は初の,その圧を受ける感じでですすよねね、はい、そうですね生身の人間の応援というか感謝というか、はいはい、これはでもイベントって。はい やっぱり一番はこう生身の人間対生身の人間の空気感だと思うんですよ。はいはい、もちろんデジタルでね、はい、コメントとかもばーとかね、うん、もう「LIKE」「ダー」とかね,、はい、ねいろいろとこう反応はあるにしろ、うん、やっぱり最後リアルの反応ってまたこうバイブスが違うじゃないですか。全然違いますね。ねはい これをだから、こう、みんな食らってほしいですね。うん,う,んう,んうん。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 感謝する方も、される側も、お互い感謝する側、ね。この共鳴みたいなのが、こう起きてほしいですよね。うん,う,んう,んうん。うん、えー。イベントって。アーティストとかも。はい、ライブとかやるじゃないですか。うんうん、はい。これ、あの、そんなにね。うも、ん、かんなくて、いいんですよ。うん、おお、そうなんですか。え、ねはい、僕聞いたことあるんですよ。はい。はい。え、ね、そういう、なんか。 そっち系の人にね人例えば音楽系をイベントしてる人とかアーティストのマネジメントしてる人とかがたまに言うのはクリエイティブとかそういう世界ってやっぱり外部からのインプットとかね最後届けてる人をこう生で見ることによってインスピレーションとかモチベーションとかが上がってクリエイティビティがまた発揮されるみたいな、えー、だから定期的にライブをやった方がいいと<ー>でファンと。 交流したり自分がやったものの反応とかを生で見ながらそこで得るものがあると数字的にこんだけ売れましたとかヒットチャート乗りましたとか YouTube の PV がこれぐらいですとかっていうのももちろん反応なんだけどデジタルとして非常に大事なねでも最後はやっぱこう人前でがっつり食らってそこであこういう感覚なんだみたいなのをやっぱ掴むっていうのは。 アーティスト側としてはね重要だっていう話を聞いたことあるんですよ。で僕なんかも元アーティストですからねそういう意味ではやっぱり下積み時代にねいろいろとバイブスを食らいながら出役としてのスキルアップしてきたみたいなところあるわけでねそうかこれはやっぱ違うと思うんですよねこのスタジオの中でもやっぱこう感じるわけですよねそれはやっぱね あの体験があったからかなっていうのがあるんでこれキャスターぜひねやっぱなんかこう食らってほしいですよねかつやっぱり見る側もねやっぱりリアルで見ると応援感というか親近感というかねこれもまたこう醸成されるというかね見ると違いますよ見ると違いますね僕マイク・タイソンやっぱリアルで見てこう違いますもん今ロイヤリティが全然 ロイヤリティが全然違いますねへうなのでやっぱこう会うっていうのはいいことですよね遠くだとしてもねええいやいいんじゃないですかそうかでもこの箱でまあまあの人数いますからねこれそうですよまさかねこんなに来ていただいた割には単なるクロストークやってるだけっていう企画だとはみんな思ってないと思いますけど それだけでも十分なんでそれ分ですか。あと座って2時間。はい。えあの下手すると、で役はもうそんな喋んないかもしれない。えああ、こんな感じなんですね。何食いましたみたいな。あいつものクロスト。いやいやいや、そうですよ。もう、もう、もう。シーンとした感じですよね。えそれで。みんなもう楽しんでいただいて。あ、こういう感じなんだっていう。そうです。そうです。はい、はい、はい。まあ、でも来る人はもう。 まあその空間を楽しんでいただきたいですね。ねえいや仮にね本当にクロストークだけだったとしてもですよ、はい、クロストークやってる時って、ね、人前でやってないんで、うん、キャスター同士がクロストークする時に、うん、いつもはだってさ同説でさ、うん、1> 1万とかあるわけじゃんそうですねそのうちの10分の1とかまあ5分の1でもいいですけど。うんうん それぐらいの人がリアルでいるわけですからこれから番組でクロストークする時のこのクロスもも変わるかもしれ1万人の前で話してるっていう感覚,でう感覚がねいいんじゃないですか反応とかもいい影響が出るといいですけどねそうだってスタジオ誰もいないからちょっとなんか言ってもそんなに反応ないけど、うんはい、リアルでやったらあこういう反応起きるんだとか、うん、あこういうところでこんな笑いなんだとか、うん、あ これは逆に滑るんだみたいなね感覚掴むとまでちょっと違ってくると思うんですよ、ね、<laughs> そこで滑ったら本当にトラウマになりそうですね、はい、いやーまあでもファンなんでね、はい、もう滑り知ら何でもだってもうずっと笑ってんじゃないニヤニヤあのあ<ー>声出して笑うというよりもニ、はいはい、ニヤニヤしてると思うんですよね,あ<ー>ねそれがもう目をつぶって拝んでるかどっちかでしょう <laughs> ありがたい感じ、ええ、<ー>なんでそういう感覚を今回ねそうですね目の前に、はい、これはいい経験なんじゃないですかねみんなにとってもまあちょっと外れてもですね、うん、もうそういうもんだということで、うん、まあこれ別に、まあ、調子よければね、うんうん 適的にやってもいいわけですから。ああ、そうですはい。なので、まあ、うまい具合にね、ええ、リアルイベントなんかもしながら、ええ、ぜひ皆さんね、もうキャスターにも応援してください。うん。ってことですよね。はい。応援してください。ネットからも、リアルからも、ええ、なんで、そんな感じで、はい。やっていただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ああ、でもこれは言っとかなきゃいけない。